たちはサプライズ・ザ・ワールド、羽ばたけ未来のエースたち、トリプルプログラムとトライアルリーグに取り組んできました。8つのグループの代表が学んだことや活動内容を発表します。みんなでしっかりと聞きましょう。今回、112の事業所、西宮市内でね、多分一番多いと思いますよ、この地域が。1つ目の事業所はキッザニアです。よろしくお願いします。公共の図書館 99% がこのルールを用いて本を整理しています。綺麗な花が埼玉県。幼稚園の先生は思っていたよりもとても大変な仕事でした。車椅子を押して歩くときには普段歩くスピードよりもゆっくりと歩きます。第1問、メガネのフレーム生産量第1位はどこでしょう。 A の福井県鮫市だと思う人は手を挙げてください。正解は C の化粧品でした。僕たちは心臓蘇生と AED の使用方法について実演します。やりました、やりました。強さは胸が約5センチメートル沈むまで、リズムは1分間に100回ぐらいのテンポです。いただきます。まゆー、はい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 、ハードボールにご注意ください。アルコールは大丈夫ですか。病院内でのルールです。病院内は禁煙で携帯電話の使用は禁止です。ありがとうございました。トライアルウィークで学んだことは次へつなげ、日々の授業などの学校生活も充実したものにできるよう頑張ります。本当にありがとうございました。これで2018年度トライアルウィーク発表会を終わります。